香川県はこんぴら山で有名な琴平町にある琴平の大船団です。この木は観光バスのですね駐車場にあってちょっとかわいそうだなという気がしましたけれども、このような大きな船団は私初めて目にしました。樹高が18メーター、幹回りは7メーター近くで、樹齢は300年と言います。とにかくこんな大きな船団の木初めて見ましたね。